こんにちは、小春立花です。今回は3月18日に DLC で追加された新コースを走っていきます。全員初見で、というわけで投稿者さんたちとのイベントにお邪魔させていただきました。皆さんありがとうございました。新コースは全部で8コースなんですけど、今回はパリプロムナードを走ります。早速パリの街並みっぽいですね。初見コースでも頑張ります。アクセル全開。追加されたコースは大体過去作品のリメイクっぽいんですけど、立花は DS 版をちょこっとしかやったことないので全部が新鮮です。ついてますね。いやー、さすがパリの石畳は綺麗ですね。まあ、パリの綺麗な街並みにバナナの皮は似合わないですよ。ノー、ポイ捨て、です。あ、エッフェル塔が見えますね。BGM も相まって、めちゃくちゃ優雅な気分です。これで立花もパリピってやつになれたんですね。まあ、順位はとても低いですが、パリの空港立花は優雅なので気にしません。遠くに見えるのはタックンのオブジェですかね。さすが芸術の街。でもなんか動いてたような気がするのは気のせいですよね。道がわからなすぎて、めちゃくちゃフラフラ運転になっちゃいます。あ、さっき通ったエッフェル塔ですね。ここの大山門、絶対ショートカットできますね。立花の大立花がそう言ってます。次に来るときにキノコがあったら挑戦してみて。ポイ捨てはダメって言ったでしょ。パリ警官二次法義務違反で逮捕しますよ。そんな法律があるのかは知りませんけど、エッフェル塔のてっぺんをお掃除する刑です。時給100円です。実際、ああいう建物ってどうやって掃除してるんですかね。怖いもの知らずの人が掃除してくれてるんでしょうか。少なくとも、高所恐怖症の人からしたら地獄みたいな仕事ですよね。いつもパリの警官を守ってくれてありがとうございます。ってな感じで、まだ見ぬパリピの方に思いを馳せつつ、2周目もそろそろ終盤です。あ、スター来た。けどスタイル惹かれた。まあ気を取り直しましょう。キノコがあるからこの先でショートカットができますね。ってあれね、コース変わってる。なんで、せっかくショートカットのためにキノコ取っておいたのに。あれれ、こんな道走ってないですよね。あれ、3周目なのにまだ初見なの。なんか混乱してきました。花の都パリ、恐ろしい街です。あのパックンのオブジェクトも見たことありますね。でもアイテムボックスの配置が変わってる。あれ、エッフェル塔、もしかして私たち逆走してる。てか並走してる。全然前世から探してましたみたいなくらい仲良しのキラーで順位を上げていきます。あ、でもここで離れ離れになっちゃうのは秒速 5cm 間もありますね。それってショートカットできますか、できないですか。わかんない。無難に遠回りしちゃったけど、最後のキノコでラストスパート。というわけで、レース実況というよりはパリの街中を観光した感じになってしまいましたが、アイテム運に助けられてなんとか4位で終われました。いやー、コースが途中で変わる感じがめちゃくちゃ面白かったです。初見じゃなくても迷子になっちゃうなぁと思いつつ、今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。いいねくださいくれなかったら、レース後のパリの清掃員に任命しちゃいますなんてね。また見てねー。バイバーイ。